1931年刊行のクレオートリ初集のクレオートリキバゾウクレオートリは、現在の海洋市県産幹部で、台湾原住民の一種族、草族との間の通じを務めていたとされる、漢族である。19世紀、クレオートリのおかげで、草族に殺されないようになったとして、有山近辺で漢族が、クレオートリを祀る民間信仰が始まっており、また草族の間にも、 クレオートリのたたりを恐れて、漢族を殺さないようになったとの伝承が存在していた。しかしクレオートリはその生物年もはっきりしない伝承の世界で伝えられてきた存在であり、歴史資料からはその実在を確認できない。日本統治時代となって、台湾総督府はクレオートリの伝承に注目し、その身を犠牲として、相族の首狩りの悪臭を止めさせたという自己犠牲を、 強調したストーリーを新たに加えた上でクレオートリの検証を行っていく。その中でクレオートリは台湾、そして日本本土や朝鮮の教科書の教材として取り上げられるようになり、クレオートリの存在は広く知られるようになった。戦後の国民党統治下の台湾でもクレオートリは教科書で教えられ続け、クレオートリの検証も盛んに行われてきた。 しかし1980年代以降、教科書等で取り上げられてきた、クレオートリ像は虚構であると非難されるようになり、また台湾原住民からの激しい非難の対象となって、クレオートリ神話打破運動が起こり、そのような中でクレオオトリは、教科書教材から外され、クレオオトリの検証もかつてより目立たないようになった。清掃した。 相続青年の姿クレオートリについて記録された文献は、竜やはかりごとの海音氏が最も古いものとされている。作者である竜やはかりごとは、同行年間、台湾で役人を務めていた人物であり、その題名の通り監視集である。海音氏は1855年に復讐にて出版されている。海音詩ではまず、クレオートリに関する七とゼックがあり、 死への追記の形でクレオートリについて紹介している。それによると、クレオートリは通じとして、草族との交易に従事していた。やがて、クレオートリは、草族が漢族たちの村へ行き、村人たちを殺そうと画策していることを知った。クレオートリはまず草族と交渉しての殺害時期の引き延ばしを図り、その間に村人たちを避難させた。このことを知った草族は、 クレオートリを殺そうとした。クレオートリは家人に対し、私が死ねば村人たちは救われるだろうと言い残し、殺された。クレオートリの死後、夕暮れになると、ゾウの村々にザンバラ神で剣を刺した、クレオートリが牙姿で現れるようになり、それと共に薬病が流行して、多くの死者が出た。ゾウの人々は、クレオートリのたたりを恐れ、肝心たちを殺さぬことを誓うようになり、 春と秋にはクレオートリの墓を祀るようになった。海音氏の内容からクレオートリは地方間にあたる職位にあったが、現住民との間の通訳という業務は主要な役職ではなかったため、クレオートリのことは同時代の行政記録などには残らなかったと見られている。そしてクレオートリの死後、台湾で役人を務めていた竜や計り事が台湾で聞いた。 クレオートリの話をカイオン氏に記述したと考えられ、これはクレオートリについての最も素朴な形の伝承であると見られている。続いて1894年、原産元のウリン検査法冊にクレオートリについて紹介されている。ウリン検査法冊ではカイオン氏と比べてクレオートリについてかなり詳細な伝承が紹介されている。 クレオートリが、僧族との間の通じであるとする点については、カイオン氏と同一であるが、これまでの通じが、僧族の人を殺すことを好む習慣を恐れ、ユーミンを相手つ、王族の犠牲として提供していたのに対し、クレオートリは、僧族の悪臭を止めさせるべく交渉し、殺害の実行を引き延ばしてみたものの、結局抑え切ることができなかったとしている。結局、 相族の説得が不可能であると判断した。クレオートリは、ケニンに、クレオートリに似せた、牙姿で刀を携えた紙製の人形を作らせ、その上で、自分は、相族に、最後の説得に赴こうと考えているが、殺されてしまったら、この紙製の人形を焼き、クレオートリが山に入った。と告げるよう伝えた。ケニンは思いとどまるように懇願したものの聞かず、クレオートリは、 主意公金といういでたちで、相族のところへ向かった。クレオートリは、相族に対し、どうしてみだりに人を殺そうとするのかと説得するも、聞き入れられず、クレオートリは殺された。クレオートリが殺されたことを知った遺族は、生前の言いつけ通りにしたところ、相族はしばしば刀を携えた、騎馬姿のクレオートリの姿を見るようになり、その度に薬病によって、多くの死者が発生した。 この結果として、相族は、肝心を殺さないようになり、肝心たちは祠を立てて、クレオトリを祀るようになった。かよし県、竹崎豪吉人村にある、クレオトリ急遽と伝えられる建物かよしと、ウリン県斎放撮で紹介されている、クレオトリについて比較してみると、ウリン県斎放撮のクレオトリの記述では、殺される時に主光公金という後に、 クレオートリを象徴することになる出デタッチであったとする、天や、殺された後に、神の人形を燃やすように指示したなど、より詳細となっている。またクレオートリの姿も威言に満ちたものとなっている。主囲黄金の赤い色は、肝心の民間信仰の中で、魔除けの色とされ、また神の人形も肝心の民間信仰でしばしば、用いられる。漢族の民間信仰を象徴する、周囲公禁。 神の人形の登場や、海ン氏では、クレオートリの墓を祀っていたものが、ウリン建才宝札では、クレオートリを祀る祠が建てられたとされる点から、海ン氏から、ウリン建才宝札までの約40年間の間に、漢人の民間信仰の中では、クレオートリは、ときから神霊へと神格化されていったとの考察がある。また、ウリン建才法刹が刊行された19世紀末の、 段階では、正式に神とみなされていたかまでは、明らかとは言えないものの、クレオートリがもたらす霊言の存在が記録されている、ことから、単なる鬼ではなく、神と鬼との境界的な存在である、鬼神であったとの見方もある。いずれにしても現在のカヨシ県東部の19世紀末の、漢族社会では、クレオートリは単に相続に殺された通じにとどまらず、 心霊内識神といった神聖を持った存在として認識されていた。事実、カヨシ検討部には19世紀、真の統治時代にクレオートリを祀る病が複数創建されたことが明らかになっている。これらの病の中には現在でもクレオートリを祀り続けているものもあり、カヨシ検討部の観測社会の中でクレオートリを祀る習慣が1世紀以上という長期に、 わたって継続していることを示している。中でも現在のカヨ県中保護者口村にあるクレオートリ病は、クレオートリの没後、その功績を称えるために、ヤシロ省周辺のカンドラが混流を計画し、クレオートリの後を継いで通事となった養費を中心として寄付を募り、1820年にヤシロ省のクレオートリの休暇後に建設されたと伝えられている。 その後クレオートリ病は1880年頃には大敗してしまうが、地元の有志たちが1885年に修復再建したとされる。また、ウリン検査法札の記述の中で、クレオートリの没年が土の犬であると記載されている点が注目される。しかし母日が1718年なのか1778年なのか、 それとも1838年なのかははっきりとしない。新朝時代の台湾におけるクレオートリに関する資料としては、海音誌、ウリン検査法察の他に1719年3月の日付が記された土地契約書がある。契約者としてクレオートリの名が記されたこの土地契約書は、 酵祖の支払いに給したアリアンバル住民の抗争、をクレオートリが代納する代わりに原住民が所有していた土地の開発権を得てクレオートリは開発権を得た土地を開墾し小作料を徴収していくといった内容であったつまりクレオートリは酵祖の代納という手段を用いてこれまで原住民が所有してきた土地を占拠していくといういわば原住民の権利を侵害する一面を 持っていたとされる。台湾原住民との境界線に設けられた防衛ラインである愛有線。1895年、日清戦争は日本の勝利に終わり、4月17日に下関条約が締結され、台湾は日本領となった。5月29日に、この絵師団が台湾への上陸を開始し、6月17日には台北で、 台湾総督府が指定式を挙行して業務を開始し、台湾は日本統治時代を迎えた。しかし、台北を中心とした台湾北部一帯への進出は比較的スムーズであったものの、台湾中南部への進出は現地住民の激しい抵抗に直面し、難航した。 結局台湾の制圧が完了したのは1895年11月になった。台湾の日本支配への抵抗勢力の中核は土肥と呼ばれる人々であった。土肥は、真の支配時代から台湾に存在した民間武装勢力のことで、偏境の地である台湾に十分な軍事、警察機構を設けられなかった清の統治時代、台湾内で、 しばしば発生した住民同士の衝突時、紙幣に金品を提供するなどして、紛争解決を図ることが多く、その結果として、台湾内に土器と呼ばれる民間武装戦力が根を張ることになった。真の統治時代、台湾内で住民同士の衝突がしばしば発生した背景には、台湾が抱え込むことになった複雑な人種、族群の問題があった。真の時代、 豊かな台湾の地を目指して多くの移民が中国大陸からやってきた。真の時代に中国大陸からやってきた移民たちは主に三つのルーツを持っていた。福建省の昇州出身の昇州人、同じく福建省泉州出身の泉州人、そして関東省北部に住む八華人である。昇州人と泉州人は同じ福建省内にルーツを持ち、 比較的文化の異は小さかったが、八花人と小州人、先州人との間は、言葉がほとんど通じず、文化も大きく異なっていた。そして、台湾には中国大陸からの移民がやってくる以前から、台湾原住民と呼ばれる人々が住んでいた。台湾の地に多くの中国本土からの移民がやってくるようになると、主に土地や、推理の問題をきっかけとして、 中国系の漢族と原住民との間の民番衝突、昇州人、泉州人、八火人といった移民間で分類回答と呼ばれる紛争が頻発することになった。やがて文化の差異が小さい、昇州人、泉州人はその境界が曖昧になっていくが、昇州人、泉州人、八火人、そして台湾原住民との間の衝突は、後々まで続いていくことになる。 中国大陸からの移民がやってくる以前、台湾全土に住んでいた台湾原住民たちは、移民たちにその生活圏を脅かされ、平野部から山間部へとその拠点が移っていった。増加し続ける中国系住民は原住民の拠点である山間部へと居住地を拡大していき、その中で原住民との間の圧力が増大し、 中国系住民と県住民との居住境界線付近では県住民からの襲撃が頻発するようになっていた。その結果、お互いの居住範囲の境界線に、漢族は防衛ラインを設けるようになり、その防衛ラインは愛優線として整備されていった。清から台湾の統治権を獲得した日本は土偽と呼ばれる地方武装勢力、複雑な民族、族軍構成、 原住民との関係など、台湾統治の大きな課題をも引き継ぐことになった。ところで、台湾の地方武装勢力、土肥の中核は、基本的には地主であった。台湾に渡ってきた漢族たちは、原住民の抵抗、そして、出自の異なる移民たちとの構想武力を用いながら、排除しつつ、開拓を進めていったわけで、当然のことながらそのリーダーたちは開拓した土地を、 所有した上に武力を持つ存在となっていった。台湾総督府は粘り強い抵抗を続ける土肥の総統作戦を進め、台湾間族社会で指導的な地位にあった地主階級への締め付けを強める一方で、地方に大きな影響力を持つ地主階級を温存し、台湾統治の道具として利用していくことになった。つまり、日本統治時代となって、 真の時代とは異なり地主階級は武装解除され、総督府による厳しい締め付けがなされるようになったものの、地主階級そのものは温存され、地方の名簿家として主に台湾の地方行政で重要な役割を果たしていくようになった。土日の抵抗は1902年にようやく収束した。すると次なる課題として持ち上がってきたのが台湾で広い面積を占める 産幹部のの原住民支配地域の存在であった台湾の山間部で生産される小農などの豊富な森林資源を獲得するため、これまで支配が及んでいなかった台湾山間部を実効支配していくことが求められるようになったのである。具体的には、漢族と原住民たちの境界線である愛遊線を前進させ、日本人、漢族に土地を開放して、 台湾総督府の行政区域に組み込んでいく施策が推し進められた。このような生活圏を直接脅かす台湾総督府の施策は原住民たちの激しい抵抗を招いた。原住民たちの抵抗に対して総督府は武力制圧を行い台湾産幹部の支配地域拡大を進めていった。そして1910年からは 佐久間様田総督主導によるリシゲル語可燃事業が始められた。台湾総督府の民政長官を務めていた後藤新平は早くからクレオートリについて注目していた。日本統治時代に入り、クレオートリについて最初に注目したのは井上義実であると考えられている。井上は1897年に調査のために嘉義を訪れ、そこで ウリン検査法則を借り受けた。またかよしでの調査の過程でクレオートリについての情報を入手したとも考えられる。井上は1900年、阿波の伝ンノジと共に表した台湾万人事情の中でクレオートリについて紹介した。台湾万人事情の中でクレオートリは1721年に 相族に殺されたとしている。これは18世紀前半の同時代資料に1721年、相族が反乱を起こし通事を殺害したとの記録が残っていることによったと考えられる。そして1904年に表した台湾茂正氏では、クレオートリの古事を通事クレオートリの方向と題して紹介し、茂ゲ史上の一美談と商用した。に続いて、 クレオオトリの存在に注目したのが、台湾総督府のナンバーに民政長官を務めていた、後藤新平である。後藤は1904年の9月から10月にかけて、かよしなど台湾南部の視察を行い、10月2日から7日にかけて有山を視察した。有山視察時にクレオオトリの話を聞きつけた後藤は、有山からかよしへの木と、 クレオートリを祀る寺廟を参拝した。そして視察同行者を現在のクレオートリ廟に派遣し、調査を行わせている。そして視察後には、加ヨ市長に対して、クレオートリについてのさらなる調査を命じ、クレオートリの功績を称える、石踏みの混流を計画した。後藤の視察に同行した台湾日日新報記者の尾崎穂妻も、クレオートリについて、関心を寄せ、 台湾日日新報史上である山とクレオートリの特集記事を執筆した。またこの特集記事の中で紹介されたクレオートリの辞席はクレオートリの伝記として権威を持つようになる。1912年に刊行された中田直久による薩美成人通じクレオートリにつながっていく内容であることが注目される。しかし後藤新平が主導した。 クレオートリの功績を称えた石碑の混流やクレオートリについての追加調査の実施は1906年11月に後藤が南満州鉄道総裁就任のために転出し翌1907年8月にはカヨシ町長が交代したため一旦中断してしまうしかも1906年3月17日にカヨシを襲った大地震によってクレオトリ病は倒壊してしまい 病内に祀られていた心臓と心意は病の管理者宅で保管された。クレオートリの検証への動きが本格化するのは1909年10月、海予市町長に津田欣一が赴任した後のことであった。津田は震災で倒壊したクレオートリ病の再建とクレオートリの電気の出版を計画する。これらの事業は台湾総督府の講演を受け、 会ををしたで寄付を募りながらら進められていくこの時期、台湾総督府の講演を受けながら、クレオートリの検証事業が本格化する背景には、当時の台湾の情勢が密接に関わっていた。明治天皇の厚い信任の元利主ゲル可燃事業を開始した台湾総督の佐久間様田は、台湾原住民の激しい抵抗に苦慮し、台湾の漢族からの支持をつなぎ止めるために、 クレオートリの検証を図った。クレオートリアキラ事業の本格化に最も大きな影響を与えたのが台湾原住民の制圧事業であった。1902年の土肥の抵抗が終結した後に本格化した台湾産地の豊かな森林資源の確保を目指した台湾原住民制圧への動きは必然的に台湾原住民たちの激しい抵抗を招いていた。そのような中、 台湾総督の佐久間様田が主導したリシュゲル語可燃事業が1910年度から開始された。この事業は多大な国費を投入することになるため政府内で批判する意見が強く、当時の桂太郎首相、そして台湾の問題に大きな発言力があった鄭新大臣の後藤新平も評価しておらず立案した佐久間も実現を一時断念した。しかし、 佐久間のことを寵愛していた明治天皇が計画を評価したことから事態は一変し国費を投入して本格的な台湾原住民の制圧を進めるりシュゲルゴ可燃事業がスタートしたリシュゲルゴ可燃事業の進行中佐久間ら台湾総督府の関係者は想定を遥かに上回る台湾原住民たちの抵抗に直面することになった 多大な犠牲を払いながらも思うように進まない、制圧事業そのものも、去ることながら、事業に対する支出も当初の想定を上回る事態となり、強い反対を押し切る形で、リシュゲルゴ可燃事業を開始した台湾総督府は、苦境に立たされた。しかし、佐久間総督は、自らの意見を入れて、事業推進の後押しをした、明治天皇に対する恩義もあって、何としてでも、 事業完水を目指す姿勢を崩さなかった。そして、リシゲルゴ可燃事業の遂行によって、漢族の一般民衆たちは多大な事業費のしわ寄せによる負担増をもろに被り、見返りがないままに現住民制圧の危険な現場に派遣されるという負担に苦しむことになり、そのことに対する怒りが台湾社会に渦巻くようになった。一方、台湾の地主階級は基本的に、 ディシゲル5カ年事業に協力的であった。これまで原住民の支配地域であった土地は、制圧事業の後、日本人、漢族に解放されたため、地主階級にとっては、支配できる土地を拡大できるチャンスでもあった。漢族の民衆レベルで原住民制圧事業の負担と犠牲に対する怒りが高まっている事態を、把握した台湾総督府は、地主階級の支持を確実につなぎ止め、 原住民制圧に借り出される民衆を意部する施策を進めていく。まず、台湾総督府は1911年に、オサム・シュゲルキーイサオを勧光する。これは、台湾原住民制圧で活躍した日本人、漢族の自責を検証する内容のものであり、苦戦続きであった、シュゲルご可燃事業に従事する日本人や、 漢族の指揮を鼓舞し、その多くが漢族である犠牲者の遺族を威武することを狙ったものであった。また、おさむしげ機構は刊末にクレオートリデンを掲載しており、このクレオートリデンも、戦術の尾崎穂妻が執筆した、台湾日日新報史上の特集記事内でのクレオートリの辞席とともに、中田直久による、薩美成人通じクレオートリにつながっていく内容であることが注目される。 同じ頃、台湾の漢族社会ではしばしば反日暴動が起とされていた。もちろん暴動起との背景には、ディッシュゲルゴ可燃事業に伴う民衆の負担増と犠牲があった。しかしそれ以外に、中国本土の侵害革命の影響も無視できなかった。台湾総督府の当局者たちは、侵害革命が台湾海峡を渡る事態を恐れた。そして、 反日暴動の精神的バックボーンとして、漢族の民間信仰があった。反日暴動の首謀者たちは、漢族の民間信仰を背景に、民衆の心を掴んでいったのである。台湾総督、佐久間様多筆の変額、薩見成人。1913年のクレオトリ病改修工事春工の際に禁じられたもので、現在は、かよし県。 竹崎豪義人村のクレオトリ急遽に飾られている。1909年10月、カ吉町長に就任した津田喜一は、一旦中断していたクレオトリの検証事業に再着手した。具体的には1906年3月17日の大地震で倒壊したままであったクレオトリ病の再建とクレオトリの電気の観光を計画した。津田ら、カ吉町長側は、 台湾総督府の講演を受けつつ、海吉町各地で募金活動を行い、4000円の資金を集めて、クレオトリ病の再建と、クレオトリの電気観光事業を行うことになった。クレオトリ病に関しては1910年9月、病の管理者により再建事業が開始され、関係者と共に事務所を地元の八代口省に立ち上げた。 1913年3月19日、海吉町長長の津田喜一が主催者となり、台湾総督の佐久間様田、茂律と無総長の大津林平ら総督府の高官、有さんの相続役200名も参列してくれ、大鳥病千座式が挙行された。佐久間は再建なった、クレオオトリオに、薩水成人の返額を送り、クレオオトリオには、佐久間記号の返額が掲げられることになった。 そしてクレオートリ病の再建に際し、か吉町長の津田は、後藤新平に、クレオートリの自責を紹介し、讃える記念碑の宣文を依頼した。後藤は、津田の依頼を開拓し、クレオートリ病の傍らには、クレオートリの記念碑が建立された。クレオートリ病オ座式では、茂律と無双長の大津林平がサイを読み上げた。サイの中で大津は、茂ゲルを一変して、 無人の豊げんたらしめたと、クレオートリの辞責を叩いた,た上で、クレオートリの辞責は、婦人を化けするものとして、その当時台湾総督府が行っていた、リシュゲル事業の模範であると位置づけた。この裁問は、台湾の漢族に対して、無人の豊げんを得て、婦人を化けするという台湾原住民制圧事業の大義名分を示すものであった。つまり、クレオートリの検証事業は、 主として、地主資産階級の漢族に対して、台湾原住民制圧事業のイデオロギーを示し、台湾総督府との協力関係の維持を図り、そして台湾原住民の制圧に漢族を動員し続けることを目的としていた。台湾総督府の講演を受けて進められた、クレオートリアキラ事業では、クレオートリ病の再建事業とともに、クレオートリの電気の編産が進められた。 電気の変算過程についての資料は現存していないが、著者は、か吉町警視課長の中田直久であった。そして1912年10月、薩見成人通事クレオートリが出版された。薩見成人通事クレオートリの出版後、これまで、死没年をとってみても、複数の伝承があった、クレオートリについての記述は、同社の記述を踏襲したものとなっていく。これは、 台湾総特府の講演を受けた、クレオートリアキラ事業の目玉の一つとして、編纂されたという事情により、薩ツ成人通じクレオートリはオフィシャルな電気、いわば静電としての権威を持つようになったためである。その一方で、公的なクレオートリの電気として編纂された、薩ツ成人通じクレオオトリは、どうしても当時の政治的意向に従った内容になってしまったと考えられている。 前述のように、薩水なり人通じクレオートリの変算経過は明らかになっていない。また、同書におけるクレオートリについての記述は、根拠とした資料や伝承者について全く紹介がされていない。その一方で、遺伝として、漢族の伝承が4つ、相族の伝承が2つ紹介されており、こちらについてはそれぞれ伝承者が紹介されている。 このことから、薩水成人通じクレオートリにおける、主たる、クレオートリの記述は、資料や伝承によらずに改変された点があるとの、指摘がある。また、薩水成人通じクレオートリは日本語本文と、中国語本文が共に記されており、日本人と共に、漢族の読者を想定した形式となっている。しかも、刊末には、主として、台湾の地主、資産階級など、 台湾の漢族の名望化作のクレオートリを称えた、監視95種が掲載されており、その一部は再建になったクレオートリ病にも掲げられた。このように、クレオートリの公的電気たるさつみ道一通じ、クレオートリは、クレオートリ病の改築事業と並んで主として、地主資産階級の漢族に対して、台湾原住民制圧のイデオロギーを示し、 台湾総督府との協力関係の維持を図り、さらに当時進行中であったリシュゲル5年事業という台湾原住民制圧のために漢族を動員し続けることを目的としていた。薩見成人クレオートリでは、まず、クレオートリの生没年を交渉している。クレオートリの没年として、ウリン県裁放殺の中で土の犬であるとの記述があり、そのため、 薩ツミナリジンクレオトリの変算時、1718年没との説があった。またかつて、クレオトリが住んでいたとされる、ヤシログチ省のクレオトリ病には1729年没との伝承があった。そしてクレオトリの公営が居住しているとされる家に、伝わる遺牌には、クレオトリは、字は、元木、1699年生まれ、1769年没と、 記されていることから、1699年生まれ、1769年没との説があった。以上3説の中でサツミナリ人クレオ,オートリでは、クレオートリの公営に伝えられている位牌の記述を重視し、1699年生まれ、1769年没説を採用している。このサツミナリ人クレオートリで採用されたクレオオトリの生没年は、その後、 定説となっていく。しかし三浦光太郎による、儀は輝く通じクレオートリ上で、転居とした肝心の位牌は、クレオートリが生きていた時代ではなくて後世に作られたものであり、しかも内容的にも整理されたものではなく、クレオートリの生没年の根拠とするには、権威がないとみなしており、薩斑なり人クレオー出版後も、クレオとりの生没年についての異論は存在した。 薩ツミ人クレオートリ本編ではまず、クレオートリの来歴から筆を起こしている。クレオートリは1699年に、福建省昇州府平和県に生まれ、幼児に父母と共に台湾に移住した。クレオートリの家族は、現在のカヨシ県の山間部に落ち着き、開墾した土地を耕すと共に、僧族との交易に従事した。そのような中でクレオートリは、僧族の言葉を覚え、 24歳となった1722年、通事に選ばれた。当時台湾では多くの通事が原住民から利益を貪さぼり、原住民たちを使用で酷使したり、女をめかけとして、囲ったり子供をさらってきては人身売買するなどの悪事を欲しいままにしており、1721年には台湾で発生した主和ずの乱に乗じ、相続は通事を殺害するという虚に出ていた。 ところで、相族には、首狩りの習慣があった。クレオートリの前任の通事たちは、業務の円滑な遂行のみを考え、相族の殺害欲を満たすために、部来の遊民を相族のところに差し向け、いわば生贄のようにしていた。クレオートリは、このような通事による悪臭が定着し、さらに通事殺害という非常事態の後を受けて、24歳の若さで通事の職に就いた。 クレオートリは当時の多くの通事とは異なり、極めて公正に原住民との間の職務を遂行していった。クレオートリの公正さは漢族、そして草族からも信頼を勝ち得て48年間という長期にわたって通事を務めた。通事の業務に携わりながら、クレオートリは草族の首狩りの悪臭に心を痛めていた。クレオートリが通事の職に就くや、 相族たちは祭祀にあたって、これまで通り首を狩るべき人をよこすよう要求してきた。クレオートリは相族に対し、そもそも人を殺すことは大変な罪悪であると悟した上で、千年の反乱時、何名の漢人の首を買ったかと尋ねた。相族から四十余りの首を買ったとの答えが返って、来ると、今後その四十余りの首を毎年一つずつ祭祀に、 備えるように告げ、また祭事には牛、豚、布などの蜘物について支援するとして、首狩りについてはその首がなくなった後にどうするか、考えても遅くはないのではと説得を重ね、ようやく相続の合意を得た。時は、流れて四十数年後、1766年、いよいよ祭りに備える首がなくなった。相続たちは、首狩りの再開を、クレオートリに迫ってきた。 クレオートリは来年まで待てと答えた。翌年、改めて首狩りの再会を迫ってきたがやはり、クレオートリの答えは来年まで待てであった。その次の年も同じであった。首狩りの再会を迫って3年、1769年、相族たちはいよいよ強行に首狩りの再会を要求し、ヤシログのクレオートリの職場に押しかけてきた。興奮しながら、首狩りの再会を要求する。 相続たちを前に、クレオトリは出前を正した上で応対した。クレオトリは改めて殺人が、人林に背くと悟した上で、しかしこれまで長い間首狩りの剣をどうするか保留に、していた経緯もあるので、明日、一人の人物の首を取るように伝えた。その人物は、主意公といういでたちで現れるだろう。ただ、その人物を殺せばたちまち、お前たちに天罰が下されることになる。 それでも構わないのならばその人物の首を取れと伝えた。自宅へと戻ったクレオートリは自らの決意を家族に伝えた。そして刀を持った牙姿の自らの姿をかたどった紙の人形を作り置くように指示し、自分が死んだ後すぐには遺体を収容せず、3日後に収容して紙の人形と共に仮装すべきとした。その上でクレオートリは 首狩りの悪臭を止めさせようと説得を重ねたが、とろに終わった。恨みを抱いて死んだ、クレオートリの霊が、天に、相続に罰を下すように訴えるとの話を、広めるように指示した。驚愕した家族たちは、本意を促したが、クレオートリは聞き入れない。かくして、翌朝、クレオートリは、主意公金という出でたちで出勤していった。八代口省のクレオートリの職場周辺で、 待ち構えていた、草族たちは、首囲交近をした人影を認めるや襲いかかり、首を跳ねた。しかし跳ねた首が、クレオートリその人であったことに気づき、驚愕して、遺体を放置したまま逃げるようにその場を後にした。クレオートリの死後、遺族たちは、遺言通りに死後三日後に遺体を収容し、あらかじめ作成していた紙の人形を焼き、クレオートリの遺言通りの噂を広めた。 公明盛大な通事として信頼が厚かった、クレオートリの死は、各方面から哀悼され、噂はしばたく間のうちに広まっていった。そのような中、草族たちの多くは刀を持った、騎馬姿のクレオートリの姿を見かけ、恐怖に震える中で、やがて悪性の疫病が流行し始めた。多くの草族が疫病に倒れていく中、今回の事態は、クレオートリを殺した祟りであるとして、 以後、漢族を殺さない誓いを立てた。宗族は漢族を殺害しないようになったことにより、反乱等が絶えない。台湾原住民の中で、宗族の地は初めて安定し、豊かな山林資源に恵まれたアリさんの開発が、スムーズに進むことになった。薩水成人通じクレオートリには、前述のように伝として漢族による伝承が4つ、そして宗族の伝承が2つ紹介されている。 漢族の四つの遺伝においても、本編と同じく、クレオートリが、相族による、漢族殺害計画を延期させ、このことが、クレオートリ殺害のきっかけとなったことについては、一致している。しかし延期させた期間は、数年から十数年であり、薩ツミ人通じクレオートリ本編のように40年、あまり待たせたとの記述はない。これらは、クレオートリの通じ就任を1722年、 死去1769年としたことによると考えられる。首狩りの延期提案の中で判断時に買った首を利用するようにアドバイスするといった記述も薩水なり人クレオ大鳥の本編のみに記されている。この点については、漢族の伝承では基本的につ、王族の漢族殺害に対するクレオ大鳥の働きかけという構図であり、首狩りという習慣との関連性を 強調していなかったが、サツミナリジン通じクレオートリの本編では、首狩りの風習とクレオートリをリンクさせたことによると考えられる。またクレオートリの死についての記述も異なっている。サツミナリジン通じクレオートリの遺伝の一つは、クレオートリが人を集め草族と戦い、戦死したと記述したものもあり、いずれにしても、クレオートリは草族によって意図的に殺害されたとされており、 サツミナリジン通じクレオートリ本編の自らの首を差し出す覚悟を固めたクレオートリと相とは知らずに相続が首を落とすといった劇的なストーリーは存在しないサツミナリジン通じクレオートリ本編の記述はウリン検査大法札で紹介されているクレオートリの主移金という出でたちにヒントを得てクレオートリの公的電気に課せられたイデオロギー的な 狙いを満たすために創作された物語であると考えられる。一方、漢族の伝承で共通に見られる、クレオートリの神性の人形を死後に燃やし、その後に、相続の間に、クレオートリの姿を見たとの声が頻発し、薬病などのたたりを及ぼしたという構図は、薩美なり人、通じクレオートリの本編でも採用されている。このように、薩美なり人、通じクレオートリの本編では、 身をもって現住民を強化したというリ・シゲル事業の模範像、英雄像を権限するというイデオロギー的に構成されたクレオートリ像を描くばかりではなく、漢族の中で培われてきたクレオートリ伝承に対し一定の尊重を見せている。これは台湾総督府の後藤新平民政長官が採用した台湾における旧漢を尊重する政策に沿ったものであると考えられる。 1900年撮影のアリさんのゾウ族少女たち、クレオートリについては、漢族ばかりでなく、一方の当事者にあたるゾウ族にも伝承が残されていた。まず、サツミナリ人通じクレオートリにおいても二つのゾウ、族に伝わる伝承が紹介されている。また、同時期に、ゾウ族から聞き取った伝承として、1913年に、チョコオートリアンが、聖番研究会発行の雑誌、 シゲルカインに紹介した伝承が知られている。特に井口が紹介した伝承はサツミナリ人通じ、クレオートリの内容と大きく異なるため、伝記とその内容が異なると言っても、このような異なった伝承があることが、クレオートリの徳を傷つけるものではないと、一種の弁明を記しているほどである。相続に伝わる伝承の特徴として、まず挙げられるのは、首狩りの習慣を止めさせようとした。 クレオートリを殺したというストーリーが見られないことである。サツミナリ人通じクレオートリに紹介されている伝承では、クレオートリの殺害について一つは、愚狂の者が殺したとし、もう一つは、特段の記述がない。またチョコが、相続族から聞いた伝承では、略奪、強姦、商売上の不正など、ゾ族に対する漢族の悪事があまりにひどいため、噴劇したゾ族が、 ヤシログチしの役所を襲い、一人の首を切ったところ、それがクレオウトリであったという内容である。つまり、漢族に伝わっていたクレオウトリに関する伝承と、相族のそれとは伝承の内容が大きく異なっていたものと考えられる。そしてチョコが再録した伝承の特徴として、相族にはクレオウトリその人を殺す意図はなく、いわば誤って殺してしまったことを強調している点も、 挙げられる。これは後述者は、相族の代表としてクレオートリ病千座式に参列しており、相督府が商用するクレオートリについて排除し、意図的ではなく誤って殺したことにしたものと考えられる。また相族のクレオートリ伝説では、相族がクレオートリを殺害した後に薬病が流行し、これがクレオートリのたたりであるということになって、 以後、漢族を殺さないと誓ったと伝えられている。そして戦前に、相続から再録された伝承の中に、クレオオトリ伝承と同様の構成を持つものがあった。それによると、相続は、鉄砲を持つ漢族に、平信部を追われ山間部で生活せざるを得なく、なってしまい、相続の間には漢族に対する怒りが高まり、漢族を手当たり次第に殺していくようになった。 すると間もなく天然痘が流行し、多くの草族が命を落とし、また、馬のようなものが草族の居住地を駆け巡った。この時から草族は漢族を殺さなくなった。という内容である。この伝承は、クレオートリの名こそないものの内容的には高い類似性を示しており、また固有名詞や年代がはっきりしない素朴な内容であることなどから、 相族の間で元来語り継がれてきた伝承の原型であるとも考えられている。他に戦前期に再録された相族の伝承では、クレオオトリを殺したのは相族の中でもサビキ村のトスク氏族であるとされていた。また、トツヤシゲルの刃主かな氏族であるとの言い伝えもあった。いずれにしても台湾総督府の公的事業として、編纂された伝記としての権威を持つ薩ツミナ人通じ、 クレオートリの本編には、これらツオウ族側の伝承や、クレオートリ像は基本的に反映されていない。しかし、公述する小学校などの教材に取り上げられた、クレオートリは、あたかも原住民の間に伝えられてきた伝承で、あるかのような記述がなされた。しかも、漢族が混流した、クレオートリ病の挿絵や写真を載せ、原住民が、クレオートリの自己犠牲精神に感化され、 クレオートリを神として祀るようになったとしている。前述のように、クレオートリ病は、漢族が混流したものであり、そもそも原住民の信仰、文化とは、異質なものである。薩ツミナリ人通じクレオオトリは、当時の台湾総督、佐久間様田が執念を傾けた、ディッシュゲル5可年事業の遂行中という情勢した、台湾の漢族、とりわけ地主、資産階級の支持をつなぎ止め、 合わせて、リッシュゲルゴ可燃事業への監測の動員を進めるという、政策的意図を持った、クレオートリアキラ事業の一環として返産、編纂発行された。しかし、薩ミナリ人通じクレオートリによって形成された、クレオートリ像は、1914年のリッシュゲルゴ可燃事業の終了後も、大きな影響を与え続けることになる。まず1914年より、 台湾総特府によって編纂された初等教育教材にクレオートリは採用される。そればかりではなく、1917年には日本本土の文部省もクレオートリを尋常小学校の教材として採用し、1924年には日本統治下の朝鮮でも国語の教科書教材として採用された。また、台湾について紹介する一般向けの書籍や辞典においても、 薩ツミナリ通寺クレオートリによって形成された新たなクレオートリ像が紹介されていくようになった。台湾総督府が刊行し台湾の高学校で使用されたクレオートリ教材はそして文部省が刊行した教科書で使用されたクレオオトリ教材は以上が確認されている台湾総督府。 文部省が編纂した教科書で採用されたクレオートリである。なお、日本統治時代の台湾では、日本人指定は小学校で文部省が編纂した教科書を用い、漢族の指定はそのほとんどが高学校で台湾総督府編纂の教科書を用いて学んだ。一方、台湾原住民向けに編纂された教科書にはクレオートリは取り上げられていない。そして前述のように、 日本統治下であった朝鮮でも、クレオートリは普通学校の教材として、朝鮮総督府発行の教科書に採用されていた。朝鮮の普通学校の教科書教材のクレオオトリは、文部省観光の尋常小学校国語特本と、内容的には同様のものであり、特に1923年観光の普通学校国語特本に至っては巻八大六課と、掲載位置まで一致している。 台湾や朝鮮など日本統治地域と日本本土との教育面での橋渡し役を務めていた篠原博史によりクレオートリは文部省の教材として採用された。学校教材のクレオートリは1933年刊行の高学校用漢文と本以外のすべての教材が薩水なり人通じクレオートリを転居としている。つまり基本的には クレオートリについての民間伝承からサツミナ人、通じクレオートリ、さらには学校教材のクレオートリという段階を経ていることになる。サツミナ人通じクレオートリには民間伝承にはなかった自らの首を差し出す覚悟を固めたクレオートリが相続の前に赤い着物を着て現れ、クレオートリとは知らずに相続が首を落とすといったストーリーが展開されているが、 各教科書にも、その記述が継承されている。その一方で、漢族の伝承で共通に見られる、クレオートリの神性の人形を死後に燃やし、その後に、相続の間に、クレオートリの姿を見たとの声が頻発し、薬病などのたたりを及ぼしたという構図は、薩水なり人、通じクレオートリには受け継がれたものの、学校教材となる時点で削除されている。それでも、 台湾の漢族が学んだ台湾総督府編の教科書では、クレオートリが原住民たちに対して罰が当たってお前たちも死んでしまうかもしれんぞ。と告げたという記述がなされており、漢族に伝えられてきた伝承の痕跡は止めているが、文部省編の教科書に至っては完全に削除されている。この結果、自らの命を引き換えに身をもって原住民を強化。 したという自己犠牲の精神がより強調されたクレオートリ像が子供たちに教育されることになった。また、戦術のようにほとんどすべての教科書でクレオートリ病の差し絵や写真が掲載されていたが、クレオートリ病が漢族の手によって混流された事実はどの教科書も触れていない。そして教科書内の記述では現住民たちが クレオートリを神として祀ったとされており、あたかも原住民たちがクレオートリ病を混流して、クレオートリを神として祀ったかのように受け取れる構成となっている。結果として、やはり原住民が武力などによる強制ではなく、クレオートリの尊い自己犠牲によって感化されたという印象をより強化する効果をもたらした。またクレオートリの教科書採用の経緯は、 まず文部省編纂の教科書をモデルとした上で現地の事物を盛り込んでいくという当時の台湾、朝鮮などの日本統治地域の教科書教材編纂の常識とは逆に台湾の高学校で採用された教材が日本の文部省編纂教科書の教材として採用されたという通常の教科書教材の採用経過とは逆ルートとなっているという特徴も見逃せない。なお、 日本の文部省教科書の教材にクレオートリを採用するに際して影響力を発揮したのはらひろしであった。し原はかつて韓国党官府学生参与官を務めたことがあり、また植民地教育という著書も執筆しており、日本の内地と朝鮮、台湾など日本統治地域とを教育面でつなぐ活動をしていた。 そのしで原が文部省図書局長を務めていた際、クレオトリを文部省教科書に採用したのである。台湾平定事業の最中に殉職した北白川宮義久新王の辞席とクレオトリ教材はタイアップして台湾の漢族に対する教家の役割を果たすことを期待された。1914年度、高学校の教科書教材として、 クレオートリの自責が採用されたことについて、クレオートリの検証事業を先頭に立って推進してきた、か、吉町長の津田喜一は、そのことを深く喜び、学務当局に感謝の意を述べるとともに、今後、一般大衆の協化に死していくことを希望する旨、表明している。しかしもともと、クレオートリの検証事業は、リシゲルゴ可燃事業といういわば原住民。 制服事業のイデオロギーを示し、なおかつ漢族の一般大衆を同事業に借り立てるという目的があった。高学校に教材としてクレオートリが採用された1914年度でリシュゲルゴか年事業は終了し、そもそも教科書教材の採用には長期的な視点から取捨選択がなされるのが常である。つまり、クレオートリを教材として採用したのには現住民。 征服事業の他に理由があると考えられる。クレオートリが学校教材として選ばれた理由の一つは、台湾総督府の宗教政策があると考えられている。この頃、台湾を揺るがせた抗日放棄計画は、その多くが宗教的な背景を濃厚に持っていた。例としては1913年のラフクセイ事件、そして1915年には事件の首謀者、 余生法が、祭人王親の神直により、定位につくことを宣言し、天帝の力で、日本人を全滅させると主張した、聖来案事件が発生した。このような台湾土着の民間侵攻を背景とした、反日放棄計画を見て、台湾総督府は、いわゆる医師、横島祠を取り締まり、民衆を全同すべく、風紀維持に好ましいと判断された孔子病、官邸病、 低政公そしてクレオートリを保護していく政策を取った。当時はまだ神社建立を積極的に進めていく段階ではないと判断され、民間信仰の因子、横島ホコラが反日放棄の精神的なバックボーンとなることを防ぐべく、漢族の民間信仰に源泉を持つクレオートリが、いわば太抗伝説の役割を担うことになったのである。元来の漢族の伝承から判断すると、 死後、超自然的な力を発揮して、相続に不幸を呼び寄せ、寒人殺しの習慣を止めさせた、クレオートリの姿に神聖を見出し、クレオートリ病などのクレオートリを祀るテ寺病が、混流されてきたものと考えられる。また、クレオートリを祀るという行為には、清志王朝による支配体制が脆弱な中、漢族と原住民、あるいは漢族同士の衝突が頻発していたという、 当時の台湾の社会情勢とともに、漢族の同居を中心とした民間信仰がその背景として存在した。台湾総督府は、このような台湾民衆の間に広がっていた信仰の対象としてのクレオートリを利用したのである。その際、自らの命を投げ打って、相族の首狩りの宿兵を止めさせたという、いわば英霊の物語が継ぎ着されることになった。一方、 儒教の理念から見ても、いわばリニューアルされた、クレオートリの物語は問題を抱えていた。クレオートリの物語は、漢族の伝承である、ウリーン検査法則の段階では、人を殺し命に背くことは、大義に反し方法に背くと、儒教の理念が反映された内容が含まれていたが、教科書のクレオートリではそれらはすっかり消えてしまっている。これはまず、日本統治下の教科書において、 日吉王朝に忠誠を尽くす内容をそのまま載せることに問題があり、削除されたものと考えられる。クレオートリの行為は、台湾の高学校で教材として採用された当時、仁義という特目を教える教材として位置、付けられていた。しかし、儒教本来の人種の概念には普遍的な理への、献身、そして鋭い体制批判精神が内在していた。そもそも、 中国文化において、人種を貫いてきた人々というのは、非支配者が支配者に対して正当なる理念を突きつけていったという背景を持つのに対し、クレオートリの場合はいわば支配者である漢族の通じが、被支配者のツオウ族に対して人義を説くという構造になっている。そしてクレオートリがツオウ族に対して人義を説いた結果として、 相続が人生の主体となるという結果でなく、薩美なり人クレオートリ本編では、結局のところアリさんの無人の資源が開発されるようになったという、おおよそ儒教の理念とは遠くかけ離れた、原住民教家の成果がもたらされたと結論付けている。結局、教科書でのクレオトリの扱いも、人義という特目を教えることから身を犠牲にして、人のために尽くすことの尊さを教えるといったものに、 変化した。いわば薩身なり人の中でなり人の部分が薄れ、自己犠牲たる薩身の要素が強められることになった。ところで、自己犠牲の物語が強調された形となった、教科書上のクレオートリ像であるが、身を犠牲として、人のために尽くすべき対象が、必ずしも明確になっていない。他の教科書教材との関係から判断すると、クレオートリは、 北白川宮義久親王という台湾に大きな関係を持つ人物教材と共に台湾の漢族に受け入れやすい教家を狙った教材であったと推測される。例えば台湾の工学校で用いられた修身の教科書では1895年台湾平定中にマラリアで占病死した義久親王のことを台湾を文明化するために恩義を犠牲にしたと 紹介したすぐ後に、クレオートリが登場する。つまり日本の皇族である、ヨシヒサ・シンノウが、未だ近代文明の恩恵が及んでいなかった、台湾に、身を犠牲として、近代文明をもたらしたとした後に、野蛮な世界に生き続ける、台湾原住民を身を捨てて強化した漢族である、クレオートリの教材が続くことになる。これはまず漢族を原住民との対比において持ち上げた、上で、 近代文明の担い手であると主張する台湾総督府の支配に、漢族が共感、同化していくことを目論んでいたと考えられる。実際問題として改変がなされたとはいえ、もともとが台湾の漢族の間で伝えられてきた物語である。クレオートリは、高学校の子供たちに極めて人気の高い教材であった。その一方で、義久親王の教材はいわば、台湾外部からのもので、 クレオートリと比べるとどうしても、台湾の子供たちが受け入れるのにはハードルが高かった。そのため、クレオートリと、ヨシヒサ神皇の教材が互いに補い合う、必要性があったのである。前述のように草族の間で伝えられてきた、クレオートリに関する伝承は、漢族の間で伝えられてきた伝承とは、内容的に異なっていたと考えられ、さらには、台湾総督府の公的事業として編纂された。 薩ツ成ナリ人通じクレオートリの本編の内容に、相続の伝承が反映されることもなかった。しかしながら、クレオートリの逸話は、教科書にも採用され、クレオートリは身を犠牲として、相続の首狩りの悪臭を止めさせたというストーリーが、定着していくことになる。台湾原住民が祭祀を取り行う際に、生首が必要であるのに、クレオートリが以前に獲得した首の使用を指示するなど、 なだめすかし続けた挙句、やがて首狩りを抑えられてきた不満が爆発するに至るというストーリーの前提として、台湾原住民の祭祀には生首が必要であるとの認識があるのは言うまでもない。しかし、当の台湾総督府が行った、相続に対する社会調査の中で、祭祀のためとか悪役を払うためとか、さらには豊作を祈るため等の理由で首狩りを行う。 例は確認できないと記述されており、また、台湾原住民の研究者であった森牛之助は、その著書の中で、台湾原住民は、祭祀のために首狩りを行うことを聞いたことがないと断言しており、薩水成人通じクレオートリの本編発表以降の、クレオートリ像を支えている一つの柱である、台湾原住民の祭祀に、生首が必要であるとの認識は誤りであると、 考えられる。その上、定着したクレオートリのストーリーには、さらなる問題が潜んでいた。台湾先住民が人を殺すことを何とも思わない、地に飢えた人々であることが、首狩りという野蛮な風習の根源にあるとみなした、ことである。このような地に上、え、人の首を刈る欲求ゆえに、首狩りという風習が行われているとのいわば、生物学的な解釈は、 民族学の中で否定されている。首狩りという風習はまず、敵対する部族、勢力との抗争における復讐としての意味合いとともに、首狩りという危険な行為を遂行することによって、子供から大人として認められるようになるといったいわば、成人儀礼の一つであるとか、自らの武勇を示して、部族社会の中で尊敬を得るなど、文化的に見ても様々な意味合いがあると考えられている。 いずれにしても、ィッシュゲル語可燃事業という台湾原住民、制圧事業の最中に編集された薩水なり人通じ、クレオートリの本編は、人を殺すことを何とも思わない、地に植えた台湾原住民は祭祀に、生首が必要であるとの前提によって編纂された。こういった偏見は、漢族の中で語り伝えられてきた、クレオートリの伝承内でも見られるものであり、 異文化認識のギャップという一面があるのは言う間もない。しかし、真の統治時代に記述された海音氏ウリン憲裁法札には首狩りの習慣についての言及はなく、薩見成人通じクレオートリの本編は、台湾原住民の野蛮さ、残酷さをより強調した記述となっていることは明らかである。その一方でクレオートリの自責が不尽を犯し、 無人の不言を切り開く端所となったと商用し、結果として、リシゲル5可燃事業に対する、原住民の抵抗を断罪するイデオロギーを、示している。この人を殺すことを何とも思わない、地に植えた台湾原住民は祭祀に、生首が必要であるとの極度に歪められたイメージは、教科書内のクレオトリの記述にも引き継がれていく。なお日本統治時代の台湾原住民は、漢族、 日本人とも異なる教育体系下にあり、台湾原住民向けの教科書には、クレオートリは教材として採用されなかった。つまり、日本統治した台湾原住民は、学校でクレオートリについて学ぶことはなかった。またクレオートリの死によって、相続から首狩りの習慣が廃絶したという話も虚構であり、その後も首狩りは継続し、日本統治時代になって、 ようやく終焉を迎えたと見られている。結局のところクレオートリの物語は、一方の当事者であるべき、相続の伝承が反映されない中で、台湾在住の日本人と漢族のために、日本人が作り上げたものであり、相続の預かり知らぬ中で構築された、虚構の物語という一面を持つことになった。台湾総督、大田正弘室の変革、流邦構成。 1931年のクレオトリ病、改修工事竣工の際に検じられたもので、現在は、かよし県、竹崎豪吉人村のクレオトリ急遽に飾られている。日本統治時代、世間に広まった、クレオトリ像の巨像性を追求する声がなかった、わけではない。戦術した台湾原住民の研究家であった、森牛之助は、相続が、 クレオートリを殺害した事実そのものは存在したと認めたものの、このような事例は当時の台湾でしばしば発生したものであり、特筆すべき事柄ではないとした。そして教科書にまで掲載されたクレオートリの自責なるものは日本人の手によって劇的に殉職され、神様なり金のごとく崇められているに過ぎないとし、日本人の史実に対する行為はあまりに幼稚であると、活発した。 1930年10月に発生した武者事件は、クレオートリビオ改築時における、クレオートリアキラ事業の強化につながったと考えられている。しかし、このようなクレオートリの辞席を疑う声は、日本統治時代はごく一部に止まった。ところで1913年3月に潜座式が行われた、クレオートリビオは、大正末年ともなると、 風雨や白ありの害によって老朽化が目立つようになり、また国民の思想全道に資するために、クレオートリビをさらに整備すべきとの声が上がるようになったため、1925年、カヨ軍主に荒木東吉が赴任すると、クレオートリビの改築を企画し、1927年には改築工事を開始しようとしたもの、折からの昭和金融強行の影響をろに被り、 計画は思うように進まなかった。そのような中で、荒木軍手は天人となったが、公認の佐藤ふ吉軍手が、改築計画を継承し、台湾総督府、台南州の公営を受け、事業資金を台南州下に募り、1930年2月8日に、クレオートリビの改築工事が寄工された。改築工事は1931年10月に、竣工した。 改築後のクレオートリビには、改築前よりも規模が拡大され、新たに、廃殿、休憩所、庭園が整備された。そして1931年12月23日、佐藤ふさきちか軍主が委員長を務め、台湾総督の大田正宏らが出席して、落成式が取り行われた。式典では、大田総督が式辞を述べ、変額を奉納した。一方、 さきのクレオートリ病潜座式の時と同様に、クレオートリ病改築に際しても、クレオートリの電気編纂事業が進められた。今回のクレオートリデンの編集者は、かよし中学校校長の三谷生が務め、電気内に、国語教材としてのクレオートリ、擬曲クレオートリ、ビワウタクレオートリなどが収録された。クレオートリ病改築委員会による、クレオートリデンは1931年11月に、 観光されている。このようなクレオートリアキラ事業の再度の盛り上がりの背景には、1930年10月に発生したタイヤル族の放棄事件である武者事件が大きく影響したと考えられる。前述のように、クレオートリ病改築工事の開始そのものは、武者事件の前ではあるが、改築工事中に発生した事件の影響を受けて、台湾総督府をはじめとする関係機関は、 クレオトリアキラ事業に対する取り組みを強化することになったと推察される。1931年に改築されたクレオトリビオ昭和に入る頃になると台湾を旅行する観光客の姿が少しずつ増えてきた。そのような中、1931年、鉄道省は遊覧券の制度を台湾にまで拡大した。鉄道省の遊覧券の遊覧指定地にはカヨも含まれていた。 そして1937年2月には台湾総督府交通局が独自の台湾遊覧券の発売を開始する。台湾遊覧券は鉄道省の遊覧券をモデルとして台湾在住者も利用できるようにしたものであり、27カ所の遊覧指定地が決められていた。台湾遊覧券の遊覧指定地も海吉周辺が指定されており、市内及びクレオートリビオが 遊覧先として想定されていた。1935年にジャパンツーリストビューロ台湾支部が観光した台湾鉄道旅行案内ではクレオートリ病をカヨシよりバスの便があるとしており、クレオートリの伝承について簡単に紹介している。また1936年に観光されたカヨシ使用欄ではクレオートリのことを教科書に掲載されている偽人であり、 かよししを訪れる者は必ず、クレオートリビーを設けるスケジュールを組むと紹介している。1938年の総経来著のクレオートリビー物語によると、当時、クレオートリの例祭日は参列者約2000名を集め、クレオートリビー参拝者は年間1万人を超えるとしている。また、当時ようやく観光の対象になりつつあった台湾の山岳地帯の中で、 クレオートリ伝説において、一方の当事者であるゾウ族、そしてゾウ族が居住する、有山も有力な観光資源となりつつあった。当時、日本と台湾では、クレオートリが学校教材として採用されていた。誰もが学ぶ、教科書上のクレオートリの物語は実話だと、みなされており、有山といえば、自然とクレオートリの逸話が想起された。このような状況下では、 アリさんの恵まれた風光とともに、クレオートリの逸話に彩られた、相族そのものも観光を演出する題材とされた。こうして、台湾では、日本人そして漢族からも、台湾原住民は観光の見物対象とされるようになった。クレオートリに関しては、映画も制作された。1932年の、偽人クレオートリである。偽人クレオートリは、当時教科書に取り上げられ、 世間によく知られた、クレオートリの自責を映画化したものであるが、戦後、国民党統治時代の台湾においてリメイクされることになる。1936年9月、予備役海軍大将の小林製造が台湾総督に就任した。大将中期より、台湾総督は、文官が就任しており、久しぶりの武官総督である小林は就任早々、台湾人の公民化。 台湾産業の工業化、台湾を東南アジアなど南進の基地とする南進基地化という政策を打ち出した。うち台湾人の公民化政策では、新聞雑誌の漢文欄の廃止、生活全般から台湾語を追放して日本語の使用を進めるなどといった政策とともに、台湾土着の寺病整理が進められた。寺病整理が政策として推進される中で、元はといえば、 台湾土着の信仰に原泉を持つクレオートリを教科書で教えることは矛盾するものの、実際問題として寺病生理とともに神社の混流も思うようには進んでおらず、台湾の高学校の教科書上では1940年の教科書改定時までクレオートリは残された。これは1940年の段階ではクレオートリが未開の台湾原住民を文明に導くという、 文明の観念を台湾の漢族に教育する材料として有用で、あると判断されたためと考えられる。一方、文部省編さんの教科書では、クレオートリの記述は消え、台湾を舞台とした題材としては、君がよ少年という教材が採用されている。台湾の工学校でも、昭和17年度以降の教科書では、クレオートリの記述が消え、前述の君がよ少年の他に、 サヨンの金が新たに教材として採用されている。台湾の高学校の教科書で、君がよ少年、サヨンの金が教材として採用された背景としては、公民化政策、愛国教育政策などの推進にふさわしい教材と判断されたためであると考えられる。一方、クレオートリの記述が削除されたのは、戦時体制が強化されていく中で、公民化政策、 愛国教育政策などに比べ、クレオートリの教材で期待された文明化、そして道徳を高学校で教える必要性が低下したためとみられる。クレオートリの逸話を聞いた蒋介石の命によって、クレオートリの検証事業は加速することになる。戦後、台湾は日本領から中華民国台湾省となった。中華民国の最高指導者であった蒋介石は、 陳儀を台湾省行政長官権台湾省警備指令に任命し、賃儀に伴って中国大陸から台湾統治の人材として多くの管理や軍人が渡ってきた。賃儀は台湾の行政機関等の接収、再編を進め、1945年末には地方行政機関が再編され、続いて新しい地方行政機関の県庁、市長が任命された。 こうして台湾には中華民国の支配政党であった中国国民党の組織が浸透していく。台湾を統治した国民党はクレオートリを中国伝統の倫理観に合致するとして広く商用するようになった。台湾における戦後のクレオートリの検証は早くも1946年に始まっている。台湾省の教育委員会は クレオートリを国民学校の教科書教材に採用し、カヨシでも中国大陸出身の市長であった南寺拓羅がクレオートリの検証を進めた。は、クレオートリを小介石が唱えていた立候哲学の実践者であると称え、カヨシ市では市内の主要道路の一つをクレオートリ寺と名付け、市の中心部に文化活動センターであるクレオートリ降楽区を設立し、 そして1946年6月19日には、アリさんの続々の主要集落である立国を中心として、クレオートリザートが設立された。1947年には、カヨシの名産であったサポジラが、クレオートリガキと名付けられた。さらに南自宅か吉市長は、クレオートリの命日とされていた9月24日を公務員説とするよう台湾省政府に建議した。 この権威の背景には、同年の2月28日に発生した2.28事件があると考えられている。2.28事件後、公務員に対する信頼が著しく低下した、台湾において、自らの命を投げ打って、首狩りの悪臭を止めさせた、クレオトリに習って、指針を捨てて公に奉仕する、要公務員に求める狙いがあったと見られている。結局この提案は、 クレオートリの業績は一地方のものであって、全国的なものではないということで、全国の公務員の記念日とするには、ふさわしくないとの理由で受け入れられることはなく、クレオートリの命日を公務員説とする提案は実らなかった。嘉義県、竹崎郷吉人村にある、クレオートリの墓。クレオートリ急遽の裏山にあり、墓碑は、台湾省主席であった、玄野赤が記号し、 母避の左右の柱に刻まれた追加は臨時将棋会議長であった木アサコ作である。1951年10月に行われた小解析の有山訪問はクレオトリの検証事業がさらに加速するきっかけとなった。有山でクレオトリの話を聞いた小解析はカヨシ県庁の林近世にクレオトリ病の整備を命じたのである。百三十一年の改築後、 戦時体制の強化や終戦前後の混乱の中、クレオートリビは荒れ出していた。小解析の命を受けた林金星は翌1952年にクレオートリビの治む立て委員会を立ち上げ、改修工事が始まった。この時の改修でクレオートリビオに後殿が増築され、また代々クレオートリビの管理に携わっていた。家から病の後ろにあたる土地が寄贈された。 これは後にクレオートリ記念園として整備される土地となる。1953年11月12日、改築なったクレオートリ病で、林金生主催で落成式典が行われ、小解析から変額が送られた。クレオートリ病は、台湾の国民党政権時代もしばしば改築、整備が進められた。その後も、クレオートリの検証事業は着々と進められていった。 クレオートリが相続によって首を刈られたと伝えられた場所には1920年にクレオートリジュナンの石踏みが建てられていた。クレオートリ病の改築が終わると続いて、このクレオートリが亡くなったとの伝承がある地の整備が行われ、1955年、クレオートリジュナンの石踏みを撤去して新たにクレオートリ金なり一式年碑が建立された。 クレオートリ・キンナリヒトシ記念日の建立以降、この地はクレオートリなり一地と呼ばれるようになった。ところでクレオートリジュナンの石踏みの撤去とクレオートリ・キンナリヒトシ記念日の建立作業中に人骨が発見された。この人骨はクレオートリであるとみなされ、クレオートリの子孫もクレオートリが家に帰りたがっているものと考えたため、クレオートリの急遽ら山に、 クレオートリの墓が整備されることになった。1956年6月、当時、台湾省政府の主席を務めていた、玄野赤が墓碑を記号し、墓碑の左右の柱には、臨時将棋会議長であった木、朝子とが記号した追句が刻まれた、クレオートリの墓が完成する。なお、クレオートリの墓の建設には、政府の援助がなされたと伝えられている。1968年は、 クレオートリ没後200年に当たるとして、その前からクレオートリの検証事業も活発化する。まず1967年に騎馬姿のクレオートリの銅像がカヨ駅前の広場に建てられ、台湾商主席のファンマサルが像の除幕を行った。この頃、クレオートリの子孫が経済的な問題で修学困難であるとの話が知られるようになり、カヨ県では クレオートリの子孫の修学のために資金援助を行うようになった。1968年には、カヨシ県の各界で構成されたクレオートリ成り二200年光る備委員会が発足し、記念誌の発行、カヨシ県内の各種学校でのクレオートリ成り二200年記念活動の実施など各種の検証事業を実施した。クレオートリの没後200周年記念の検証事業の あとも、クレオートリの検証は続いた。1974年には、クレオートリ病内に陳列室が設けられ、1979年からは、クレオートリ病風景観光特区計画がスタートし、クレオートリ病の規模拡大、そして前述のクレオートリ病の後ろの土地にクレオートリ、記念園が整備され、さらにクレオートリなり一地の再整備も進められた。 この時のクレオオトリビの改修によって、建物は、貧難式の伝統建築として、予想を新たにし、病の周辺も庭園化された。1985年9月9日、台湾省主席の旧はじめ官が主催者となって、クレオオトリビの改修工事の落成とクレオートリ、記念園のオープンが祝われた。そして1985年11月27日、 クレオートリ病は中華民国国定第3級の戸籍に指定された。しかしこの頃には台湾原住民の中から口述するクレオートリ神話打破運動が高まりつつあった。なお、クレオートリは国民党の台湾統治時代においても映画化されている。国民党統治時代最初の映画化は1950年の有山風雲である。この映画は 戦前の日本統治時代に制作された儀人、クレオトリのリメイク版であり、撮影隊が中国本土の上海からやってきて、撮影を開始したところ、国境内戦が激化して上海に戻ることができなくなり、その結果として台湾で制作された最初の中国語長編劇映画となった。映画は制作側のみならず配役もべて中国人であり、台湾原住民は 映画制作に関わることはなかったが、主題歌である、高山青は台湾のみならず、中国本土でもヒットし、現在でも台湾民謡の古典とされている。そして1962年に、やはり擬人クレオートリをリメイクした映画、クレオートリが制作される。クレオートリは、宣伝要素の強い政治映画であったが、映画監督と主演男優を香港から、 カメラマンと照明技師を東方から招き、300名の台湾原住民が伝統舞踊を踊るシーンがあり、台湾原住民の専門家による監修も行われた。クレオートリは評判を呼んで、小介席も干渉し、当時台湾で制作された中国語映画で史上最高の売り上げを上げた。戦前の日本統治時代、クレオートリは主として、 日本人の子供たちを対象とした教育を担った小学校と漢族向けの高学校の教科書で教えられており、台湾原住民の子供たちが学んだ教科書には登場しなかった。戦後になって国民党の統治下に入った台湾でもクレオートリは教材として採用された。戦後、台湾の子供たちに教えられたクレオートリは、 戦前の日本統治時代の教科書のそれとほとんど変わりがない。しかし国民党統治下での教育で戦前の日本統治時代と大きく変わったことは教育の一元化によって台湾原住民も漢族と同じ教科書を用いるようになったことである。つまり戦前とは異なり台湾原住民の子供たちも学校教育の生活と倫理科目の中でクレオートリを学ぶことになったのである。 教科書で教えられ続けた、クレオートリの物語は、クレオートリがその身を犠牲として、草族の首狩りの悪臭を止めさせたというストーリーから、子供たちに、台湾原住民とは野蛮かつ残酷で遅れた、人たちであるとの認識を植え付けた。このことは、台湾の漢族に、台湾原住民に対する別種感情を育み、一方、台湾原住民には、 自らのことを卑下する意識をもたらすことになった。1980年代に始まった台湾の先住民族運動の中で台湾原住民に対する差別や偏見を助長しその尊厳を傷つけてきたとしてクレオートリ神話打破運動が大きなテーマの一つとなった。1967年クレオートリの検証事業の一環としてカヨ駅前広場に建てられたクレオートリ像は クレオートリ神話打破運動の高まりの中、1988年12月31日に倒された。戦前の日本統治時代に森牛之助が交換に広まっていたクレオートリ像の虚構性について指摘したように、国民党統治時代の台湾においても世間一般に信じられていたクレオートリについて疑問を唱える人たちがいなかったわけではない。 早くも1950年に林孝立が相続の首狩りの風習を止めさせたのはクレオートリの功績と伝えられているが、それは誤りではないかとの疑問を唱えていた。その後も世間に広まっていたクレオートリ像は誤りではないかとの説を唱えた学者もいたが、それらの疑問が広まることはなかった。クレオトリ伝承の虚構性が初めてクローズアップされるようになったのは、 1980年になって人類学者の陳その南が新聞市場で交換、伝えられているクレオートリゾウの虚構性について指摘した上で、このような虚構の物語を子どもたちに教えることは、愚民教育に他ならないと厳しく批判した後のことで、ある。陳その南の告発以降、台湾ではクレオートリについての研究が活発化し、 それに伴って様々な議論が巻き起こるようになった。日本統治時代、そして国民党統治下の台湾において、クレオートリ伝説を映画化したこともやり玉に挙げられるようになった。そのような情勢か、1983年5月1日、台湾原住民の台湾大学学生が、台湾原住民の民族としての自覚を呼びかける手書き回覧雑誌、高山青を創刊する。 高山青の創刊は台湾における先住民族運動の講師となったと評価されている。高山青を創刊した台湾原住民の台湾大学学生は続いて相族頃にクレオートリ伝説についての聞き取り調査を進め、1983年10月高山青第2号として相族同胞は言うクレオートリは我々が殺した。なぜなら彼は 悪徳商人だった体を観光した。高山青第二号では、これまで広く伝えられてきたクレオートリ伝説の虚構性を相続の目から指摘するとともに、クレオートリ伝説が相続を貶め、深く傷つけ続けていることを訴え、虚構にまみれたクレオートリが検証され続けていることを示談した。また台湾原住民出身である台湾商議会議員の賞金制も、 漢族の利益のために死んだクレオートリを教科書に採用すべきではないと将棋界で質問した。1980年代前半、当時まだ台湾は国民党の統治下にあった。台湾原住民の台湾大学学生が始めた台湾先住民民族運動は大学内の国民党組織からの妨害を受けたが、また一方では民主化運動のうねりも高まりつつあったため、 台湾の民主化を推進する勢力からの関心や支援を受けた。このような中で台湾原住民青年たちは1983年12月29日台湾原住民によって自主的に組織された台湾原住民権利促進会を発足させる。この台湾原住民権利促進会が行った最初の組織的な活動がクレオトリ神話打破運動であった。 まず1985年9月9日、先日のクレオトリ病改修工事の落成特例、大鳥記念園のオープン記念式典で、台湾原住民権利促進会とつおう属制年から、なる抗議グループ5名は、クレオトリは偉人にあらずと書かれた横断幕を掲げ抗議の座り込みを行った。続いて、台湾原住民権利促進会は1985年10月27日。 無者事件の55周年に合わせて、クレオートリの教科書からの削除などを求めたアピールを発表した。1987年9月にはより激しい抗議行動が行われた。9月9日、約200名の抗議グループがまず、海ヨ市駅前広場のクレオートリの騎馬銅像前で集会を開き、クレオートリの捏造された神話は、台湾教育の恥だ。クレオートリ神話を排除し、 民族の尊厳を取り戻そう。クレオートリゾを撤去せよ。相続の故郷に、クレオートリザトという名は、ふさわしくないなどと書かれた白布を掲げた。抗議グループはその後、クレオートリはいらない。必要なのは尊厳である。神話はいらない。歴史が必要だ。愚民教育を打破せよなどとシュプレヒコールを唱えながら、カヨシ県政府へ向かって、デモ行進した。そして翌10日には、台北で、 教育部に対する抗議活動の後、台北市内をデモ行進した。この時の抗議活動では、具体的にの4点が要求された。台湾における先住民運動は、これまで別視され、権利が蹂躙され続けてきた台湾原住民の文化や伝統、そして権利が尊重されるようになることを目指し、ひいては様々な来歴を持つ人々の集合体である。 台湾社会の多文化共生を目指したものであった。漢族が台湾にやってくる前から台湾に住み続けていた台湾原住民の主張には正当性があり台湾社会の多文化共生運動をリードしていた。そのような運動のまさに第一歩となったのがクレオートリンワダ破運動であった。百八十七年十月十日の教育部への抗議活動で抗議グループは 教育部長と面談して、クレオートリの教科書からの削除を要求した。教科書を編纂する国立編役館は、有識者によるクレオートリ史実研究章祖を立ち上げ、この問題について調査、検討を重ねた。結局、翌1988年にクレオートリ史実研究章祖は報告書を提出し、報告書に基づき同年9月、小学校教材から、 クレオートリを全廃することが決定され、1989年度以降、台湾の教科書からクレオートリは消えた。なお、クレオートリを教科書から削除するにあたり、そもそもクレオートリ伝説は日本人が意図的にクレオートリの人格の崇高さを突出させ、その一方で相続を貶めたもので、クレオートリを深刻化することによって原住民を集荷してしまったものとした。 1988年、クレオートリザトで開催された、合民代表大会は、クレオートリザトの解明をめぐって激論が戦わされた。結局、韓族の合民代表が抗議の退席後に行われた、採決の結果、有山号への解明が決議された。そして1988年12月31日、現住民団体の運動家と通オ族有志らは、 海ヨシ駅前広場のクレオートリキバ銅像を倒す実力講師に出た上で改めてクレオートリザとの解明とクレオートリを祀るクレオートリ病の内容変更を政府に迫った。なおクレオートリキバ銅像を倒した人たちは法律による罰則を受けることはなかった。結局1989年2月台湾省はクレオートリザトをアリヤ号と解明すると発令し、 クレオートリ号解明問題は決着したが、一方、クレオートリを最人とするクレオートリ病は現状維持となった。クレオートリが亡くなった地とされる場所は現在、クレオートリ公園となっている。クレオートリ病の隣地にはかつては弊社があり、その後公務員の能力開発センターとなっていたカヨシ県の公用地であったが、その土地活用を民間委託した結果、1989年に、 クレオートリ病の隣に中華民族村というテーマパークが開設された。クレオートリシンダハウンド後もクレオートリ病に対するカヨシ県中保護による公的支援は続いており、例えば1999年の921大地震によってクレオートリ病も大きな被害を受けたがカヨシ県によって修復工事がなされ2003年に カヨシ県庁の陳明文主催で落成式が行われ、陳水編総統から返学が送られた。2008年以降、中国大陸在住の中国人の台湾旅行が開始され、観光名所である有山にも多くの中国人がやってくるようになった。2010年に中華民族村が経営難のため閉鎖されると、カヨシ県は有山観光に訪れる中国大陸在住の 中国人を対象とした総合観光開発を目論むようになった。2012年10月23日、中保護主催のクレオートリ行くよ243周年祭典の席でかよし県庁の長官は、クレオートリをテーマとした総合観光開発を民間委託によって行う構想を表明した。これは、クレオートリの名は中国在住の中国人に一定の知名度があり、 観光客を呼べると判断したことによる。しかしこの構想に対して、相続を中心とした台湾原住民から激しい反発の声が上がり、相続のか吉し県議会議員は、計画は原住民の心情を踏まえたものでなければ、ならず、クレオートリ病周辺の公園の名前と内容も変更する、要県議会の席上で要求した。結局、超県庁は謝罪に追い込まれ、 将来公園等を整備するにあたり、クレオートリの名となり人の言葉を用いないことを約束した。しかしクレオートリ病など、クレオートリを祀る病は、もとはといえば、漢族に伝わるクレオートリ伝承を背景に作られた民間信仰の場であった。かつて教科書で教え込まれた、クレオートリの物語によって傷つけられた台湾、原住民の心は、 簡単に癒されるものではないが、台湾原住民の中からも、政府や地方自治体のような公的機関が、クレオートリやクレオートリ病を支援することは許せないものの、元来が、漢族の民間信仰の対象である、クレオートリについては尊重すべきではないかとの意見も出されるようになっている。クレオートリ神話打破運動は、台湾の多元的な民族文化の相互尊重。 相互理解の出発点であり、この運動によって、台湾の人々の視野が広まり、歳を尊重する社会へと向かったことを考えると、韓族の民間信仰である、クレオートリに対する韓族の思いや信仰もまた、尊重されるべきであるからである。ありがとうございます。